オカルトブームとは、かつて、日本で発生した、心霊、UFO、宇宙人、馬、終末論、超能力、超常現象、都市伝説等のオカルト中心に起こった流行、社会現象、ブームである。1973年に、ノストラダムスの大予言がヒットしてから1970年代に、第一次ブームが起こり、テレビ番組の、あなたの知らない世界、八尾淳一の、 木曜スペシャル、水曜スペシャル内の、川口博士探検隊やホラー映画、エクソシスト、ネッシー、土の子、ヒバゴン、ユリゲラー、心霊写真、超古代文明、コックリさん、口け女、オリバー君、甲府事件、ケラ事件等が話題になった。対して、当時から批判もあり、オカルト要素のあったアニメ、勇者、ライディーンが、朝日新聞の意向により、 大幅な路線変更を命じられたこともあった。その後、1990年代初頭には、ミステリーサークルや人面魚、人面剣などが話題になり、1990年代後半には、ノストラダムスの大予言が再び話題になると、バラエティ番組の特命リサーチ 200X 奇跡体験、アンビリバボー嘘、ジャパン等でオカルト特集が、 毎週のように放送され、宇宙人解剖フィルムも日本で話題となった。年末特番、ビート、たけしの禁断の大暴露、頂上現象 X ファイルもこの時期に始まっている。映画界においても、学校の階段シリーズや、リングがヒットし、TV ゲーム、夕闇通り探検隊や漫画、MMR も話題になるなど、1990年代後半には、第二次、 ブーム状態となっていた。これは1970年代の第一次、ブーム世代が制作側になったためと考えられる。1995年には、オカルトブームの申し子といえる、オウム心理教による事件が起きたものの、その後もブームは続いた。2000年代に入ってからは、2000年秋に、岐阜県のマンションでのポルターガイスト現象による、 幽霊マンション騒動やアンビリバボーで取り上げられた杉沢村などが話題になるも、ノストラダムスの予言が外れたことや、デジカメの普及や CG 技術の発達により、偽物の写真や映像が安易に作られるようになったこと、インターネット上でやらせが指摘されるようになったことでブームは衰退していった。一方で、2000年代中盤に発生したオーラの泉などのスピリチュアルブームや、 テレビの力などの超能力捜査官の番組をオカルトブームに含める場合もある。2009年にはそのオーラの泉も放送終了。2010年代にはインターネット SNS の普及によるネット炎上の恐れからかオカルト番組は完全に衰退した。ありがとうございます。